皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は8月21日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。高一さん、竹本で智子に結婚のメリットを聞かれて、すごくロジカルに理由を説明してくれていたけれど、実のところ智子という自分の愛する人を世界中に宣言したかったという至極シンプルなものでした。いろんな抽象概念をそぎ落としていって、最後に残るものが物事の本質だと思いますが、高一さんの本質はちょっと浮かれた感じもしつつ、非常に純粋なものでしたね。僕らだけいつも理由を求められる、ずっと思ってた違和感がドラマ内で言葉にされて、モヤモヤが少しクリアになった。あまたの作品はあれど、なぜ主人公を異性愛者設定にしたのか、なぜ健常者にしたのか、なんて質問はされないですもんね。私は男になりたいわけじゃない、女を捨てたかっただけだ。米さんからこのセリフが飛び出した時の梅子さんの顔が印象的でした。米さんがそう思うに至った過去を知っている梅子さん、女を捨てることがどういうことなのか一番よく分かっているのが梅子さんなのかもしれませんね。カツラバって絶対に自分の主張を譲りませんよね。でもそれは確固たる理由のもとに築かれた信念があるからなんでしょうね。しかしながら、だからといって彼も完璧ではなく、13条や14条に抵触するような発言もしてしまう。それを指摘された時はたとえ部下であってもすぐに謝罪する。初登場時はサイボーグのようなイメージもありましたが、非常に人間らしい人ですよね。新しい理想を掲げながら、教え子が何に抗って傷ついているかピンときていなかった穂高先生、制度としてダメなものはダメだけれど旧姓で働きたい願いをくだらんと言ったことは失言と認めるカツラバ、新しい時代を作ろうとした穂高先生と公平であろうとするカツラバの対比が面白いなぁ。裁判官の司法における婚姻後の通称使用が認められるのは平成29年になってからという小野真知子さんのナレーション、ゾッとしましたね。そんなに後になってからとは。同時に、そこまで社会的に戸籍制が重要なら、なぜ別姓を名乗れる仕組みに変えないのかと疑問を抱いてしまいます。家父長制の名残ですね。雄三さんと結婚した時に、大丈夫？もっとちゃんと話し合いなよと思っていたら、結婚した後で自分の考えのなさを後悔した智子が、再婚の時に結婚とはをあっちこっちとっちらかりながら徹底的に考えることになるのはわかる気がするな。生活のことよりまず理屈、それが智子なので。智子がハテになるのわかるな。私もみんなのやりとりを聞きながら釈然としないものが残ってしまった。本当にそれでいいのって感じちゃった。何か諦めというか、見るべきものを見てないような歯がゆさが残る。高一さんの本当の望みは同性婚では叶えられないものなんだな。人前で夫、妻と紹介できない、世界中の人に証明できないことなんだ。高一さん、言葉足らずなところや自分の家族の気持ちを考えられていないなど、ここに来て欠点もたくさん見えてきたんですが、智子が高一さんを思うよりもはるかに大きな愛情を智子に抱いているということも分かって、魅力が増してきているのすごいですよね。
星家に後妻として入ったゆりさんは、家を築くことではなく家を守ることを任されてきたのでしょうね。夫亡き後も血のつながらない光一さんや孫たちの世話をしてきた。それがゆりさんの心情、つまりこだわりだった。光一さんが簡単に保守性を手放そうとする行為は、きっと自分のこだわりを否定されたことと同じなんでしょうね。とも子と桂葉のやりとりにつながります。とも子がはてって頭抱えてる間、ヨネさんだけがおにぎりを作る手を止めないの。地味にホッとする。昔からああいうやつだから、という分かってる感。事務所の集まりにやってきたヨネさんと同じ名前の山田さん、演じる中村あたるさんはシンガーソングライター兼役者さん。性転換手術を受けたという役でしたが、中村さんの戸籍上の性別は男性、手術は受けておられません。中村さんの作り出す楽曲はとても美しいメロディーで、透き通った歌声を楽しむことができます。今日の朝ドラの同性愛者たちの主張を聞いていると、昭和や平成のいわゆるオタクが感じていた周りとの疎外感や、俺たちは俺たちだけで楽しくやっていくのさという独立心と結束感みたいなものが伝わってきた。同性愛者もオタクも現在では社会に認められつつありながら、まだまだオープンにしづらいという現状、その点でも似ているのかも。今日の放送を見るまで、この時代に性転換手術が可能だったこと、手術を受けた人がいたことを知らなかった。見えていなかったものがどんどん見えるようになる。知ることは学びになり、学びは理解につながる。今日のとも子やゆみちゃんのように、僕たちもまず知らなければならない。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど、周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は、画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。